こんばんは、平山茂です。今日は7月24日土曜日でございます。現在時刻は8時3分でございますね。皆様本日も一日お疲れ様でした。お疲れ様です。さあ、ちょうど今ね、僕の後ろでは柔道の表彰式をやるところなんですけれども、なんと日本の方がね、金メダル取って、女性が銀メダル、素晴らしい、やったぜ日本。今日はですね、ちょっと紹介したいものがありまして、紹介というよりは報告、いや報告、まあ、とにかくですね、注文してたものが来たという動画です。今日はもう今日届いたんですね。今仕事から帰ってきたんですけど、届いてました。さあ、これは何かと言いますと、まあ開けてみましょうか。とにかくね、これ前回3月に私福島の方にちょっと旅行に行っておりまして、その時にですね、立ち寄った知り合いの革細工のお店でございます。こちらでちょっとね、あるものを注文したんです。あるものを、おおじゃらん、そう、 T シャツでございます。メッセージ付きの T シャツをいただきました。ちょっと名前がよくわかりませんね。平山マギーって書いてありますけど、まあ僕はあだ名でマギーと呼ばれることもあるんですけども、平山マギー様、お待たせしてごめんね。分厚い T シャツ送ります。またおいでということで、コバさんありがとうございます。 T シャツ届きました。そう、このガーネットレザーワークスというね、福島県の郡山市にございます革細工のお店でございます。まあ、オーナーがね、コバさんという方なんですけれども、こちらの方が、オリジナルでね、 T シャツ、まあもちろん革細工はもう手仕事で、もう雑誌の取材とかも来るようなすご腕ので、デザインも全部オリジナルなん でアパレルもやってると。そのアパレルの中のこの T シャツもデザインもされているので、すごいですよね。あ、分厚いな、これ。いや、うわ嬉しい、うわすごい、めちゃくちゃ分厚い。ちょっとまず全面からいきます。まあ、どんな T シャツかというと、白い T シャツでございますね。私は白が好きということでね、オリジナルのポケット付きの、元からあるこのお店のホームページ、概要欄にも添付しておきますけども、このガーネットレザーワークスというね、ブランドの、まあ、オリジナル T シャツなんですが、このオレンジですよね。このね、オレンジをちょっと特注で注文させていただきました。なのでオレンジ色は実際売っておりません。赤いタグがついてね。後ろ行きます。ガーネットレザーワークス、いやーかっこいい。ちょっとこれ平山茂カラーですね。ちょっと着替えていいですか。すごい、いかがでしょうか。バッチリですね。まあ、平山茂と入ってるわけではないんですよ。あくまでガーネットレザーワークスさんの T シャツの紹介です。バイク乗りの方、ハーレー乗り、ハーレーじゃなくてもバイク乗りの方、結構ね、アクセサリーとか革物のね、レザーのものを使ってる方多いと思います。そんな方、ぜひホームページぜひチェックしてください。あと東北にお住まいの方、福島に凄腕の革職人がいますからね、コバさん、ぜひぜひホームページ見て、よかったらオンラインショップもやってますから、もちろん、あとフェイスブックだったり、インスタグラムやってます。その他いろいろ映ってますか。はい、ということで改めまして皆様、今日は福島県郡山市にございますレザーショップ、ガーネットレザーワークスですね。オリジナルでとにかく何でも作ってくれます。そしてコバさんはですね、古い付き合いでございます。また福島行った時はよろしくお願いいたします。まあ、僕はね、ちょっとオレンジ色が結構好きなので、まあ、他にもね好きな色はあるんですけども、まあ、この帽子と出会ってしまったというところから、ちょっとオレンジちょっと気に入りまして、で今回ちょっとね、この白にオレンジで T シャツを作っていただきましたけども、まあ、皆さんも何かね、自分のこうお気に入りの色なんか、まああると思うんですけれども、そういうのをね、ちょっとファッションに取り入れたり、なんかいろいろね、気分が上がるものを身につけていこうじゃないかと、そしたら楽しくなるんじゃないかと思っております。はい、大丈夫ですね、大丈夫、うん、
大丈夫です。ということで今日は T シャツのご紹介でしたけれども、多少は参考になったでしょうか。よかったら皆様も自分のお気に入りの T シャツを作ってみたり、キャップを作ってみたりしてみるのはいかがでしょうか。そういうお話でした。ということでまた明日お会いしましょう。平山茂でした。おやすみなさい。また明日。最高。